アミール・サダローは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニューヨーク州ブルックリに出身。スローダウントレーニングセンター所属。TUF7 優勝。アミール・サドラーとも表記される。プロ総合格闘技の経験はなかったものの、UFC のリアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン7に参加する。スティーブ・バーンズに勝利し番組参加を決め。 フォレスト・グリフィン率いるチームフォレストに2位で指名される。1回戦は、ジェラルド・ハリスと対戦し、ハリスのレスリングテクニックに苦しむもののに R に、パウンドをまとめて TKO 価値を収める。2回戦は、マット・ブラウンに三角締めで、タップを奪う。準決勝では、優勝候補の CB ・ダラウェイと対戦、相手の優勢のまま試合は進んだが、 最後に腕ひしぎ十字固めを極め逆転勝利を飾る。6月21日の決勝では、ジェシー・テイラーと対戦予定であったが、テイラーが不祥事を起こし失格となり、敗者復活戦に勝利した、ダラウェイと再戦の運びとなった。試合は3分過ぎに、下からの腕ひしぎ十字固めで勝利し、シーズン7の優勝と UFC との契約を勝ち取った。 UFC 参戦後は階級を、ウェルター級へ転向。2009年8月8日、TUFO の UFC 初参戦となった、UFC101 で、ジョニー・ヘンドリックスと対戦し、開始29秒アッパーの連打を浴び、TKO 負けを喫した。11月21日、UFC106 で、フィルバローニと対戦し、打撃で試合を優勢に進め3から0の、 判定勝ちを収めた。2010年1月11日、UFC ファイトナイト、メーナード VS ディアズで、ブラッド・ブラックバーンと対戦し、3から0の判定勝ち。5月29日、UFC114 で、キム・ドンヒョンと対戦し、0から3の判定負け。11月13日、UFC122 で、ペーター・ソボッタと対戦し、3から0の 判定勝ちを収めた。2014年9月20日 UFC ファイトナイトハント VS ネルソンで秋山義博と対戦し、0から3の判定負け。2連敗となり UFC からリリースされた。ありがとうございます。